これから特別展の内容についてご紹介いたしたいと思います今回の特別展の特徴についてまずお話をいたしたいと思います国学院大学では伊豆諸島伊豆半島について長い研究蓄積がございますこの度は伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク認定5周年を記念いたしまして一般社団法人美しい伊豆創造センターと 協定をを結びまして、そのの連携の下で展示を実施いたしましまた。今回のまず一つのポイントといたしましては地質学から見まして伊豆半島あるいは伊豆諸島がどのように形成されたのかその点について関連する岩石あるいは土層剥ぎ取り標本などをもとに来館された方にその成り立ちについてお話をしています。次に第1章では、 三島の神様の信仰について古代にどのように祭り始められたのか日本の古い歴史書であります日本書紀をはじめとした歴史書を展示いたしまして三島の神様のお祭りがどのように変化していったのかをお示ししていますこの中では三島の神様のお働きまた伊豆諸島における神様のお働きにつきましては島を作り出すあるいは自信を持って災いをなす ただ、そうした災いについて、古代国家も重要視いたしまして、神様に丁重な祭りを捧げていた。あるいは、神様に位を授けていた。そうしたことが、この記録からは読み取れます。例えば、こちらに展示してございますのが、日本書紀でございます。日本の古代国家が正式に歴史書として編纂したものでして、その第一の書であります、日本書紀の天武天皇の時代。 飛鳥時代の末期には「伊豆の方で鼓のような音がした」と。でこの記事については白鳳大地震に続く形で記されておりまして「鼓のような音がしてそれは神様が島を作る音であったのだ」と。「伊豆の島では島が自然に増えまして大きくなった」そういったことが神様の働きとして記されております。そういった記録文献記録、録文献と合わせまして、 こういった神様のお祭りについては考古資料からも読み取ることができます。こちらにありますのは伊豆大島の泉浜遺跡の出土遺物になります。こちらでは金の製品が出土した遺物として挙げられておりまして古代のお祭りにおいて古代国家が行う最新のお祭りの技術が島々にも導入されていた。すなわち古代国家は 非常に伊豆諸島での祭りを重要なものとして認識していたということがわかります。こうした島々における神々の働きはその他の歴史書からも見て取れます。やがてそうした歴史書の中にはこの神様のお名前を三島の神というふうに表すようになりまして伊豆諸島においては三島の神様がそのような形で島々をお作りになったあるいは噴火をなしていく。 そのように認識されていたことが分かります。また、三島の神様の大きな特徴といたしましては、三島の神様と合わせまして、木崎の神様、あるいは御子神様も合わせてお祭りされていた。こういったことも歴史書から見て取ることができます。2> 第二章は、火の島を巡る物語として、三島の神様のお祭りの始まりの地と考えられております。 三宅島を取りり上げております三宅島では三三島島大明神神という三島の神様の様物語が作られましたこの物語の成立は中世とされておりますがこの物語を作るにあたりましては古代の神様のお姿噴火や贈答をもって働きをなし古代国家を恐れお祭りを差し上げたそうしたお姿が下地になっていると考えられております。 また、中世以降は、神仏の関係も深まりまして、三島の神様の本地仏をお役師様と捉えるようにもなります。三島大明神演技では、こうしたお役師様との関係も物語の重要なストーリーに入ってきます。さらに、三宅島では実際にどのようなお祭りが行われていたのか、こちらについても関連する考古資料などを通じてお示ししております。 三宅島において三島の神様のお祭りに古代国家の最新のお祭りの技術あるいは品々が使われていたということを示す資料がこちらになります。こちらは骨壺の残片、奈良山菜と言われるものでして大きな寺院などで出土されておりなかなか地方では出てこないものであると。 こうしたものが出土しているという点からも、三宅島におけるお祭りにおいて、非常に重要な遺物が差し上げられていた、あるいは用いられていた可能性が考えられております。三宅島では、三島の神様が噴火の神様であり、またそういったお怒りを沈め、あるいはお恵みをいただくということで、お祭りを行ってきました。その後、三宅島においても、 独自のお祭りの在り方などが行われてきたと考えられております。そのうちの一つがこちらのボレンド遺跡になります。こちらは中世に作られたと考えられております塚、お墓でございましてこのように石を積み上げて作られています。三島の神様のお祭りの中心地であります三宅島ですが このように島の中での独自の文化もやがて花開いていくということが遺跡などからわかります古代噴火の神様として恐れられておりまたお祭りをされていた三島の神様ですが三宅島においても大規模な噴火は落ち着きますその後室町時代も中期になりますと文明年間に再び大きな噴火が起こります 古代において噴火の神様として恐れられていた三島の神様は今一度そのお力をお示しになる。そうしますと島におきましても改めて噴火の神様をお静めするお祭りあるいは物語が作られていくことになります。三島の神様につきましてそのお祭りをしようということで整えられたうちの一つが芸能であったと考えられております。 本州から伝わったと考えられます芸能につきまして文明年間には木造の額面が整えられております。あるいは最初にお話をしました三島大明神演技につきましても同時期に形作られていったのではないかと考えられておりまして古代において噴火や島づくりの神様として恐れられてあるいは祀られていた神様が 今一度、島書部ではお祭りをされる、あるいはその物語が広められていくということが考えられます。第3章は、伊豆半島で物語られる三島大名神ということで、三島の神様がどのような形で伊豆半島で祀られるようになったのか、資料を通じてお話をしていきます。島々を舞台に大きなお力を示された三島の神様につきましては、伊豆の国史、 当時の伊豆の地方行政を預かった役人もお祭りをしていました。ところが、島初部に渡るのは非常に困難を伴うことがありました。そこで、お祭りを問題なく行うために、三島の神様を伊豆半島でもお祭りをする。そのような形で神社として整えられたと考えられますのが、伊古な姫の御事神社でございます。伊古な姫の御事神社は、 三島の神様のお妃様の神様でいらっしゃる伊古名姫の御事をお祭りする神社です伊豆半島東南部の白浜という白い浜が素晴らしい景観の場所にお祭りされておりましてもともと三島の神様は伊古名姫様と並んでお祭りをされていたと考えられておりました島々をはるかに望む素晴らしい景観の中で 三島の神様のお祭りの場の中心地が伊豆の島々から伊豆の半島の東南部へ移ったと考えられておりますですが三島の神様の物語については伊豆半島南部にも伝わっておりましたその代表的な資料がこちらになります下田の伊子姫の御琴神社通称白浜神社に伝わっております三宅記につきまして その内容は三宅島にあります三島大明神演技とおおよそ同じ形になっておりますがこちらでは三島の神様とイコ姫の御子様が三宅島から白浜の方へと飛来されてこの地で末永くお祭りをされたということが記されておりますこうした点につきましてはお祭りの場がそういった古代国家の祭りのあり方の 変化と合わせてやがて変わっていったものなんだと考えられております。彦コ姫の御事神社におかれましても、三島の神様の本地であります薬師様は大事に祀られておりました。また、こうした三島の神様をめぐる物語につきましては、三島の神様のお供の神様の一柱であります、若宮のお名前を記しました、未正体。 もございます三島の神様をめぐる物語とお祭りで用いられてきたものが一致しておりましてその三島の神様をめぐる物語は伊豆半島南部でも大きく広がっていたということが分かります第4章では三島明神と物のたつということで三島の神様のお姿が変わったお話についていたしたいと思います 噴火や増答といったお働きを示されて古くは古代国家により島々であるいはその後は伊豆半島の東南部でお祭りをされていた三島の神様ですがその性格は平安時代以降大きな転換を迎えます特に三島の神様のお祭りを問題なく行うために伊豆の国司によって国府といわれる伊豆の行政府が置かれていた 現在の三島市にその三島の神様のお宮が移されることになりますこちらが現在の三島大社のおもとになったと考えられておりますもともと噴火贈答という自然現象をそのお力の背景として信仰されていた三島の神様ですが平安時代以降は噴火も昇降状態となりましてやがて伊豆の鎮守の神様 伊豆の守護神として伊豆の中心地でお祭りをされるようになりました。さらに物語として大きな転換を迎えますのがある一人の人物との出会いです。その人物こそ後の聖魏大将軍となります源頼朝でありました。それではこちらの資料をご覧ください。こちらは鎌倉時代に成立しました歴史書あず鏡でございます。 このあず鏡からは、源頼朝が平氏政権に対して、三島の社代のお祭りの日に挙兵をした。あるいは、藤川の合戦の後には、その感謝として三島の神様のご神前において、車両を寄進するといったことを行ったことがわかります。また、源頼朝を助けました北条時政も、熱く三島の神様を信仰していました。 北条時政が奉納したとされます兵庫鎖の太ちにつきましては三島の社において長らく伝来しその後近代に入りまして明治天皇に献上はされましたが三島の社を代表する宝物とされていましたこのように三島の神様は中世以降武士とのつながりを非常に強め 武士の守護神として数形され、その信仰は各地へと広まりを見せていきました。歴代の武家政権と三島社のつながりを表す資料に、重要文化財の三島大社八田武家文書の中に収められております関係資料があります。例えば、こちらの資料については、足利氏との密接な関係を示す内容が記されております。 初代の足利高氏による金税や、その後の高氏の弟であります足利忠義、あるいは息子の足利義明、さらには孫の足利義光といった足利氏の将軍や歴代の当主などからは、三島社へご祈祷を依頼する書状などもついておりまして、こういった資料からは、三島大社と足利氏をはじめとした武家政権との強い関係が見受けられます。 受け政権とのつながりにより、伊豆の三島の社は、三島信仰の中心地、総本社として大きく知られるようになりました。特に鎌倉時代以降は、東海道が三島社の前を通るようになると。中世以降、特に江戸時代は広く知られるようになりまして、東海道有数の大社として信仰されるようになります。その社頭については、 絵画資料であったり、あるいは浮世絵であったり、そうしたものに描かれるような形で、著名なものとして知られるようになります。また、こちらで行われております、お正月の芸能についても、正月の7日の多祭田祭り、お田うち新寺につきましては、三島社を代表する神事芸能として、現在も広く知られております。こうした伊豆三島信仰につきまして、 国学院大学では浸透学あるいは考古学の分野から数多くの長い実績蓄積があります。例えばこちらの考古学の大場岩尾先生におかれましては伊豆半島を発掘するのみならずイコナ姫の巫事神社の写真についても編纂されております。その他数多くの研究者によって本学では 伊豆半島あるいは伊豆諸島に関する研究蓄積もございますこのような伊豆半島あるいは伊豆諸島に関する研究実績や研究成果をもとにこの度の特別展は実施いたしましたこの動画を通じまして伊豆半島や伊豆諸島の歴史や文化に触れていただけますと幸いですありがとうございました